はい、買い忘れてしまった金曜日です。ナンバーズ3ミニ6016回目の結果だけです。もう結果だけの動画です。<laughs> 情けない。でもね、あの予想してたんです。こう3、ちゃあ89予想してたんです。言わせてください。まあ夏休みなんでおしよしす <laughs> 情けない。まあ雨だしね。雨だから仕方ないね。 なんか雨ってさ、この暗いんだよ。だから起きられなくて。で、今回の結果、金曜日731、31です。いやー、今回難かったんじゃないですかこれ、あの、月から向く。まあ、よく見ればこの3と1っていう数字がないんで、それをただ入れたみたいな感じなんですけども。だから当たってる方はもしかしたら当たってるんじゃないですかこ,この中でない数字をミニに入れたれって思った方は当たってるかと思うんですけども。 いやー、難しい。やっぱりね、難しいね。で、だから、ない、ないからって言って、必ず金曜日に入るってわけでもないんだよね、これね。難しいところでございます。皆様どうだったでしょうかすいません、この予想の動画も上げる、結果だけの動画、結果だけだ、このご用。<laughs> 残るのは結果だけだ <laughs>。ちなみになんですけども、あのー、えー、っと、 余談ばっかり言っとこう、あの、喋る内容もないんで、このミニ、えー、今回の、えー、っと、検証金っていうかな、当選金が6500円でした。低いっすね。で、けあのー、理論値では9000円あたりなんですけどね、低いですね、6500円で。で、まあ、なんで低くなるのっていうのは、まあ、多分、えーっと、ストレートが多かったっていう感じですね。ストレートで121組、1口、えー、っと、当たった人がいて、 まあ、これ31入れたんやな。で、えー、っとあ、まあ、えー、っと、731なんだけどね。で、売り上げが8000万円でございます。まあ、8000万円あたり、あの、いつもこんな感じなんですけどね。で、えー、なおかつストレートがまあ100以上だと、ミニの、まあ、ミニじゃなくても、ナンバーズ3の、 当選金も下がるっていう感じですだからナンバーズ3の当選金だと6あのこれに0プラスして6万5000あたりっていう感じなんですけどもでちなみに過去データ見てみて一番こう当選金が低いのを調べてみましたまあ調べててはまだあのいっていうかその全部調べたわけじゃないんでこれ以下もあるかもしれないんですけど2022年で調べてみましたところこんな感じですえー、っと まあ、その当選数字が六百二十二で、えー、っと、5950、じゃあ、5925回目が、えー、っと、当選金五千二百円です。ミニはね、ミニは五千二百円です。で、ストレートがなんと、三、え、百、ー、371口で当たったということです。で、これも八千万円売り上げ。で、えー、っと、もっとあるんですよ。えー、っと、当選数字が百十八の、 これが5868回の、えー、当選金がミニ4000円、四千円、ついに半分切りました、1万の。で、えー、とストレートが、えー、267口で、これ8000売り上げ。うん、うーんって感じですね。 なんかそう、ストレートがさ,さっきより少ない割になんか安いですね。ちょっとこの辺不思議ですね。でもっと安い。一番安い。おそらく一番安いのはこれじゃないかなと。3200円でしたね。で、これ最近のこの2022年の、えー、と2月28日です。えー、当選数字が358。358でさ、どうやってみんな選んだんだろうこの数字ね。で、えっ、ー、と、 5897回の、えー、やつでした。で、えー、ストレートはなんと520口。いやいや、520口よ。基本ストレートってさ、なんか80口ぐらいなんだけど当たんのいやいやいや、521。これってさ、なんかその、あれかね、えっ、ー、と、予想のさ、 サイトとかあるじゃん。それを買ったんかななんか YouTuber か知らないけど。で、売り上げもなんと1億1000です。めっちゃ多い。のにもかかわらず、やっぱりストレートがあまりにも多すぎて、確かに多いですね。500ですか約 <laughs> で、えー、っと、その当選金が <laughs> 3200円。 い、あの、えっ、ー、と、n u 3だと3万2000円値ですね。いやいやいや、引く引くこれあんま嬉しないでしょ。<laughs> ね、あのー、基本ナンバーズ r 3でも3、えっ、ー、と、10、10万か。10万なんだけど、引く低 <laughs> すぎん低すぎるよね。ビビるほど。もしかしたらこれよりも低い値も出てくると思います。こう、ストレートがバカみたいにね、あったら。はい、そんな感じでした。 いやー、ねえ、やっぱりその当たった時さ、低いのはちょっと辛いよね。で、その人生で初めて当たったとかで、ね、そのあの毎回買い続けてさ、いや俺もちょっと、ちょっと泣えるなと思う。当たっても、当たっても泣えると思うな。まあ当たるのはね、嬉しいけどね、それはね、こう予想してねを当たったってなると思うんですけど。 まさか1万当たるかなと思ったら3000円ですよ。どう思います <laughs> はい、ご視聴ありがとうございました。次回はちゃんと買いますので、いや、う買うって言ったらフラグになるんだな。はい、ありがとうございます。